自動車のヘッドレストヘッドレストとは、自動車などの輸送機械の座席に設ける、背もたれの上部の枕状の部分。ヘッドレストレーントの略である。ヘッドは、頭部や首など、リストレイントは、高速や抑制などを意味し、ヘッドリストレイントで、座席用の枕、シートの枕を意味する。戦闘機の旋回時の G や、交通事故など、予想外の高い加速度で搭乗者の頭部が大きく。 ゆすられ、鞭打ち症などの障害が引き起こされることを防止するために設けられている。車種によっては、追突時にヘッドレストを前傾させる、アクティブヘッドレスト機構を内蔵し、保護性能を高めているものもある。ヘッドレストは保安用品なので、一部の旧車などを除き基本的に乗車定員分すべてが装着されていないと保安基準不適合となるが、 後部座席に関しては検査員の判断に委ねられる場合がある。形状は枕型、ドーナツ型、シート一体型など様々である。また、ヘッドレストモニターという商品が多く出回っているが、これは保安基準違反となり、車検に合格できない。ありがとうございます。